今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず手綱の持ち方は、手綱を軽く張ってこう横から掴むようにで、乗ってる時の姿勢は体を後ろにスッと反らせて、で下見ないでまっすぐ前見て、だいぶ慣れてきたんじゃない？はい。完璧。この体験学習は、自然に触れ合ったり、動物と触れ合ったりする授業として、今年もフロンティア乗馬クラブにお世話になっております。この度も子どもたちは大変喜んでおり、緊張しながら楽しんでいると思います。楽しかったです。また今度乗りに来たいです。キノコがたくさん入ってたし、雪虫もたくさんいた。楽しかったところは坂を登ったところです。これからも乗りたいです。少し怖かったけど、あんな遠くまで行けたのが楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。